外されたけど。で、ツイッター別にフォローしてる。いや、そこでバーン勘弁してほしいわ。いや、もう最悪だわいや、マジ最悪。もう、いやー、ちょっと、まあサバイバーにいやー、サバイバーってほんとストレスたまりますねいやー、まあチェイスのあれ、チェイスで、まあでもあそこから結構逃げられんのね、結構ほぼほぼ。あれで第一発見者になって釣られたりしちゃうとピップ稼ぐのもね、あそこからも結構きついんで、キラーもやっぱ赤ランクキラーの人だったんでね、さっきね。いやー、サバイバーは本当にストレスたまるキラーはね、もう自分のミスだから、それはもう納得できるんですけどね。もうサバイバーいいかなっていうランクももう結構落ちちゃったし、8まで落ちちゃったんで、まあいいかな。もうランク上げのモチベもなくなったんだね。スキルレーティング来るとなんかもう今テスト来てたけど、まあ20分ぐらいで、まあ、中止になっちゃったみたいだけど、なんか不具合みたいなのがあって、でテスト、あのスキルレーティング始まるとなんかリザルト画面でみんなのランクが見えなくなるみたいで、それもランク上げるモチベなくなるよな。自分しかわからなくなる。まあ動画とか投稿してる人はあれだけど、しかもランクリセットされると20まで戻されるみたい、なんか説明のあれで書いてたんで、そのスキルレーティングが実装されると。あれ、これ始まんねえパターン？もう20まで戻ったらさすがに赤ランクまでいけんのかな。まあどっちかも、まあほぼほぼ俺もうキラーしかやらないから、赤ランクまでいけるか、さすがに。ラクーンシティ、ハントレスで初めてやるか。どうなんだろう、このマップ、ハンちゃん。いや、待って、全然わかんねえ。全然これ意味なくない？さっき、開幕いた場所戻っちゃったよ。あ、でもトーテムはわからない場所に結構あるんじゃない？これ。いや、わかりやすいか、あっちな。チークとすぐ分かっちゃうな、これ。あ、こっちからこう行けんだ。あれ近くいるよな。いや、これ戻るか。向こうの発電機行くまで。多分触ってんじゃない？いや、もう触ってないんか。いや、これやべえ。うわ、最悪だー、これ。
いや、マジか。倒す？よし。なんだこの衣装。興奮つけててよかった。なんか左でなんか飛んでないから。そこいるね。これ下どうやって行くんだ。いやマジわかんねえ。そっちから行くのか。ん？いるな。うるせえ。いや、これきついな。これもう負け格っぽいな。いや、これ結構キラーきつくね、このマップ。特にハントレスきついよ。遠投もできないしな。いや、これ一回釣って、まあ最初キャンプでよかったか。これ、しくったな、立ち回り。いや、ここ。ここは無理だわ。ありがてー。鍵持ってないこの人。いやでもここに釣れるのは大きい。ここ大事にしたいな。全然いい、全然いい。マジか。いやもうこれストライクでもいいわ。よし。いやーそこなんか障害物あんのか。
いやー、ここはハントレスきついわ。マジきついこれ。よーし、マジか。当たんだぞそれ。いやーこっちか。待って、いやー、あぶねー。これピップどうにかマイナスいかないかったかな。いやー、最後めっちゃ集中した。いやー、あのミンちゃんの遠投、あの当てられたの結構でかかったな。油断した感じだね。まさか投げてくるとはって。いやー、これは危ねえ。あ、やっぱ赤ランクだよね。いや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 。
ハラハラしたー。まあまあ、あの状況はもう全逃げコースだったから、散策できただけでもよしとしましょうよ、これ。はい、ということで、デッドバイデイライトでした。やっぱキラー楽しいな。